みんなこれで変わってきますからね。十文字で呼び方もね。これ中へ入った場合はまた変わってきますね。またこっちに入った十文字もあるね。こうやってね。十文字に持ってかけながら十文字に持っていくのもありますね。こう持っていくところだと。はい、そういう十文字の変化ね、いろいろ覚えておいてくださいね。こうくる僕んだ。はい、こうやるね。こう持っていくよね。これがこっちの手が逆になれば今度こっち持っていく。いろいろね。だからそこでもってね、こう取ろうと思わないことね。So don't think about trying to take it. If your hands are one way, you can go one way. If your hands are backwards, go the other way. Just play with it. 相手を空間に持ってっちゃうことを覚えてね。Most important thing is to lift them up into the 空間 bring them to that point where you're in control. クロスね。これで十文字で取ってんじゃない、アーメンだと思ってればいいね。OK。で、こうやって体向ければもう向こうね。体向ければ。こう取ったらここで向ければもう離せばもうこれで OK。ね、あとはもうこのままでもう取ればもうこれで入ってる。どれかな。わかりますね。こういうのがとっても大事だっていうことね。はい、プレイ。動ける体ね、これ覚えてるよね。Don't forget to twist your body, position yourself to drop it straight. ね、これ何でもないけど、こういうことをちょっと覚えておいて、みんな一生懸命なくたっていいんだよ。ね、こう向けばね。Just twist your body. It doesn't have to be difficult. あとここ一発入ればもうすぐ OK。OK? はい、すいません。はい、起きた時こっちにこう向けるだけで違いますね。これ、自然にこういうことができるようにね。だから、これがこっちに来てもまたこう変わっていくんですよ。この前と後ろでまた変わってきます、ね。こっちの手とこっちでも随分変わってくるということね。で、やっぱりこれが縛れない時はやっぱりこれで。Don't need to tie them up. Just use it as a saw. It'll hurt. きますよね。それで、ね、OK。悪いを使わないでね。Be careful. OK。はい。こうきますね。はい。じゃあさ。はい。こう一緒にこう持っていく。When the punch comes in, it's important to go with them. Understand? The punch. こうやって。すぐ縛ろうと思わない。で、ちょっとこう。Don't try to immediately tie them up. 向こうのパンチが来ない。こっちのパンチが来ない。これ持って。Get to a safe position. So they can't punch you. Okay. こういうことがとっても大事。